やでーす。ってことで、ランダン神結び杯のほぼ全員組めて、組めれば王冠絶対確定な編成紹介やっていこうと思います。最近ですね、ランダンがスペシャルダンジョンの一番上に表示されるようになってから、石回収してくれる人が増えたので、母数上がって王冠取りやすくなってますから、ぜひともですね、一緒に頑張りましょう。ってことで、編成紹介の方やっていこうと思います。もしよかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いいたします。特にね、高評価だけでも押してくれると嬉しいです。皆様がなるべく王冠取れるようにですね、たくさん編成も投稿しますし、組みやすい編成を紹介しようと思っております。ぜひですね、声かだけでもしてくれると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで編成紹介の方をやっていこうと思うんですけど、今回紹介する編成、まあ、簡単に言うとですね、固定パズルを組んでいくだけの編成となっております。まあ、他のね、編成紹介したやつと同じですね。で、まあ、唯一違うところ、私が紹介したやつと違うところはですね、ヒオグ使ってるところでございます。これね、あの星6フェス限のね、普通の用具の進化系なんですけど、みんな持っててかなりですね、固定陣が強いキャラクターなので、これ使ってるのいいですね。組みやすいかなと思います。はい、ということでですね、固定パズルの解説をした後に立ち回りの解説の方をやっていこうと思います。必要であればですね、固定パズル解説も確認してください。それではまずは解説からです。見てください、どうぞ。はい、ということで、まずはヒオグのルートパズル解説やっていこうと思います。まあ見ての通りですね、すごいシンプルな確定陣なので、これね、もう無効貫通2つ組んで、超位置2つ分割してあげればいいだけでございます。めちゃくちゃ簡単ですね。はい。正方形組んで、超位置に分割する。これだけでございます。一応ね、早くてわかんないよという方向けにちょっとスローにして、一回見て、それでね、次の固定パズルに移ろうと思います。はい。ということで、スローにいたしました。まず重要なのがどこ持つかですね。まあ、今回みたいに、上の2つのドロップのうちどっちかがね、光か火だと無効貫通繋がってしまうので、持つことになります。で、分割してあげるという感じになっております。はい、さあ、簡単ですね。最初どこ持つかだけ間違えなければ基本的に間違えることはないのかなと思います。はい、上のね、2つのドロップどっちかがですね、光か火だった場合はですね、持ってあげてください。両方火か光だった場合はですね、もうリタイアするしかないと思います。はい、まあ、こんな感じで、はい、無効貫通組んで、で、僕は無効貫通組んで、あとは超有事分割すれば OK です。はい、ということで、これでヨグのルートパズルは終わりにして、続いて他のキャラクターのね、固定パズルの方を紹介していこうと思います。ルカの固定パズルから紹介していこうと思います。まずは等速でございます。はい、生成されたらですね、火の無効貫通かき集めて闇の無効貫通を組む。まあ、この速さでもね、わかる方にはわかるかなと思います。すごく簡単なルートをなぞってるだけでございますね。で、まあ、このね、ルートパズルのいいところはですね、速くて、で、しかもですね、火力が出ないんですよね。なので何回もこの加点パズルができるというところがですね、優れております。はい、ということで、こんな感じでね、組んでいきます。一応ね、早くてわかんねえよバカって方向けにですね、ゆっくりバージョンも紹介します。はい、ということで、速度 20% にいたしました。変換されて、闇が変換されたらですね、左下の火ドロップを持ちまして、火をかき集めていきます。まあ、かき集める別の言い方をしますと、火のドロップをなぞって火の無効貫通組みます。で、その後ですね、無効貫通1個残して、あと1個の状態にしてですね、で、その後に右の3つを立ててから最後の1個を埋めるという感じで無効貫通を組みます。はい、伝わっていますでしょうか。まあ、もう1回見たいところですね。はい、もう1回行きましょう。変換された時ですね、火のが作られて、その後に闇作られますから、闇作られたらもうドロップ持てますので、ここでね、火ドロップ持ってあげて、で、上から火の無効貫通をかき集めていきます。火のドロップをなぞっていきます。で、次ですね、無効貫通の2つドロップ集めたら立てて、で、最後の1個埋めるという形でね、最後闇の無効貫通を組んで、これでね、完成でございます。そんな難しいね、ルートパズルじゃないですね。もう慣れればもう何にも考えなくてもできると思います、という感じになっております。はい、これがルカの固定パズルでございました。続いて五条の固定パズル紹介していこうと思います。はい、ということで、続いては五条のルートパズルでございます。まあ、これ知ってる方も多いかもしれませんね。まずは等速で見てください。変換された瞬間にドロップ持ちまして、無効貫通を4つ爆速で組みます。これでございます。はい、火を持って、で、無効貫通を4つ組むというわけでございますね。はい、さあ、ということで、早すぎてね、何やってるかわかんないよという人向けに少し速度落とそうと思います。はい、ということで、速度 20% で見ていこうと思います。ドロップ変換された瞬間に左下の火を持っております。で、火ドロップを上からかき集めてるということですね。まあ、かき集めてる別の言い方すればですね、火のドロップをなぞってるだけでございます。で、その後に下のドロップを2つ立てまして、で、同じく水のドロップもなぞって正方形にしてあげます。
で、ヒデ着地と。はい。で、ダブル、トリプル、フォース、無効貫通を組んでおります。はい。これだけでございますね。はい。そんなに難しいことはしてないかなと思います。はい。もう一回だけ行きましょう。火のドロップを持って、上から火をかき集めます。火のドロップをなぞっていきます。で、正方形組んだら下のドロップを2つ立てまして、で、水の正方形も組んでいきますよという感じになっております。はい。綺麗になぞって着地と。はい。これで OK ですね。で、4つ無効貫通が組めます。って感じになっております。はい。では続いて、敵の先生の固定パズルの方を紹介していこうと思います。はい。ということで、敵の固定先生のルートパズルでございます。これもね、例によって、まずは等速から見てもらおうと思います。消せない回復をしたらですね、水と闇が縦に並んでおりますので、正方形を組んであげて、無効貫通を組むという形になっております。はい。まあ、これ真ん中にね、水とか闇があると少し狂ってくるので、少し大変ではあるんですけど、やってることはシンプルでですね、ただ、水と闇をですね、上と下に分けてるだけでございます。はい。まあ、こんな感じですね。まあ、完璧に同じルートにならない可能性はあります。真ん中に水闇があったらね、変わってきます。って感じですね。はい。ということで、これもね、早くてわかんねえよバカって方向けにですね、ゆっくりバージョンも解説していきます。はい。ということで、速度 20% まで落としました。消せない回復終わりましたら、一番左の下から2番目の闇ドロップ持って水をかき集めていきます。はい。そして水の無効貫通完成させたら、次ですね、上と下に水を分割していきます。で、この時ですね、真ん中のドロップによって少しですね、変わると思います、ルートね。はい。まあ、今回は水も闇も真ん中にありませんでしたから、比較的簡単なルートになっております。はい。さあ、ということで、ダブル無効貫通を組んでいきました。水と闇分割してね、で、最後闇着地ですから、着地できるように一箇所開けておくというわけでございます。はい。さあ、まあ、もう一回ぐらい見ましょう。消せない回復したらですね、一番左下から2番目の闇ドロップを持ちます。で、水をかき集めていきましょう。まずは水の無効貫通を組みます。で、このまま水の無効貫通を完成させたらですね、上と下に闇と水を分割していきましょう。はい。さあ、で、ここですね。はい。まあ、最初の盤面によってですね、真ん中のドロップ違ってくると思いますから、それに合わせてですね、無効貫通2つ完成させてください。はい。という感じになっております。これが敵の生成によるルートパズルでございます。はい。ということで、これで固定ルートパズル解説の方終わりましたので、続いて、立ち回りの方紹介していこうと思います。さあ、ということでやっていこうと思います。ランダン紙結び牌の立ち回り解説です。で、まず1階層ですね。5条打って固定パズル組んであげてください。どうでしょうか？この辺ってかなり組みやすいんじゃないかなと思います。そしてね、これ乾燥さえすればもう王冠圏内入れますので、多少パズルぐだってもね、大丈夫です。そのまま続けてください。もうね、致命的にミスっちゃって突破できなかったとかだったらリタイアですけど、もう突破さえできればね、そのまま次続けていいと思います。これもね、はい、固定パズルちょっと乱れましたけど、このまま続けております。はい、突破していきましょう。もうこんなんでね、余裕で王冠圏内入るかなと思います。続いて2階層ですね。2階層なんですけど、ここはですね、敵が盤面作ってくるので盤面パズルになっております。彦星打ってもらって、兵士とかけながら消せない回復をして、で、闇と水の無効貫通を組んでいくというわけでございますね。はい。ここもね、多少ね、おかしくなっちゃってるんですけど、まあ、最終的にですね、もう組めれば OK です。突破できればですね、特に問題ありませんので、多少ぐだっても続けましょう。はい。さあ、で、吸収されまして、続いてですね、五条を打ってください。で、同じく、はい、パズル組んでいきましょう。はい、正方形を組んで、で、水の無効貫通も組んでいきます。まあ、ぐだぐだですけどね、特に問題はありません。さあ、はい、これで吸収されまして、で、攻撃受けたらまたヨグ打ってください。はい、ヨグと。はい。で、正方形を組んであげてください。はい。さあ、いいですね、 OK です。さあ、こんなんでもね、全然スコア出てますからね、大丈夫ですね。はい、ということで続いて3階層でございます。3階層なんですけど、ここですね、アマテラス、ジークについてるアマテラス打ってください。で、ヒーストかけたらルカ打っていきましょう。はい。さあ、アマテラス、サンタヒーストルカを打ちます。はい。で、固定パズルしていきましょう。はい。まあ、これもね、ズレズレですけど、特に問題ありません。はいと。さあ、無効貫通組んで、これで殴っていきましょう。はいと。超根性持っていきまして、続いてですね。はい。続いて、五条を打ってください。で、殴っていきます。はい。吸収されます。これは一旦ね。はい。さあ、無効貫通を組んであげて、さあ、水の無効貫通をまた組んであげます。はい、OK ですね。よしと。さあ、吸収されます。で、次ですね。はい。ヨグ打って、ジークフリート打ってください。ヨグ。で、ジークです。はい。OK です。で、無効貫通を組んでいきます。はい。OK ですね。さあ。で、はい。また吸収されますと。で、次ですね。クガネ打って、ルカ打って、ジーク打ってください。クガネ、ルカ、で、ジークで回復を水に変えて無効貫通を組みます。はい。固定パズルですね。
はい、さあ OK です。ご飯つ4つ組んでこれで超根性まで削っていきましょう。はい、 OK ですね。さあで五条打ってまた固定パズルを送っていきます。はいと紫、さあ OK ですね。しっかりと無効貫通組んであげてこれで投げていきましょう。はいと、よし、さあ突破していきましょう。続いてです。続いて4階層ですね。4階層ここをヨグ打ってジーク打ってアマテラス、挑戦の方のアマテラスですね、打ってあげて殴っていきましょう。はい、いきます。さあヨグを打って盤面、はい、で水に変えてでサンターフィストかけていきます。で、はい、しっかりと手でバズを組んで殴っていきましょう。はいと、OK です。さあ、で、次でございますね。次なんですけど、ルカ打って、ジーク打ってください。はい、ルカ打って、ジークで回復を水に変えます。はいと、さあ、殴っていきましょう。はい、正方形組んで、さあ、正方形を組んで、斜めで、こんな感じですね。これで殴っていきましょう。はい、OK です。よし。さあ、では攻撃を受けて、はい、五条打って殴っていきましょう。はい、無効貫通を組んでいきます。で、また無効貫通を組んでいきます。はい、 OK ですね。で、こういう時ね、あります、たまに。はい、しっかりとね、上に闇と水以外のドロップ入れてあげて、水以外のドロップ入れてあげてね、殴っていきましょう。はい、ってことでボスでございます。僕ね、ボスね、はい、ここはですね、ヨグ打ってジーク打って殴っていきましょう。はいと、さあヨグを打ちましてジーク打ちましょう。はい、で固定パズルでございます。はいと、いいですね。しっかりと組んであげてこれで殴っていきます。はいと、で挑戦打って、次盤面パズルですね。はい、最初の方にやったやつです。火と水の立て立て作られるんで正方形組んであげてください。はい、ここもね、多少ぐちゃぐちゃになっても問題ありません。はい、しっかりと水と正方形組んであげれば OK です。はい、 OK ですね。4つ無効貫通を組んで殴っていきます。はいと、さあでラストですね。ルカ打ってジーク打って固定パズルしておしまいでございます。はい、ルカジークと、はい、水の花火、花火じゃないわ、水の変換してね、はい、 OK、 これで倒しておしまいでございます。はいと、よし、ということで、よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いいたします。で、これでスコアどれくらい出てるかっていうと、これで20万点出てるんですよね。はい。まあ、だいぶ十分な点数かなというふうに思います。で、まあ、立ち回り、そしてね、作成者のスコア、こんな感じになっております。ハリスさんのスコアが20万8000点ということで。まあ、こんだけ出ればね、王冠は余裕かなと思います。はい。それでは、続いて、代用解説の方をやっていこうと思います。いつも通り、代用の前に編成紹介すると、挑戦にアマテラス、グレモリーにクガネ、ジークにアマテラス、ルカに彦星、ヨグ、五条にヨグです。継承全部スキルベ1で OK で、必要スキブが20ですね。バッチはスキブです。リダフレ逆は NG ですね。属性吸収洗剤つけてます。で、武器の役割と代用候補なんだけど、水闇のたこ焼きあれば OK です。あとは覚醒採用じゃなくてスキル採用ですね。で、アマテラス、まずこちら消せない覚醒無効回復と、サンターヒスト役割です。で、同じく彦星ですね。こちらスキブとキスナイ回復とサンターヒスト役割です。ルカ&ミツキとかダイヤガチャドラノバが代用おすすめです。そしてクガネ、こちらスキブとサンターヒストが役割ですね。スキブ注意してサンターヒストで OK で、彦星とかルカ&ミツキ、ダイヤガチャドラ、アマテラスとかがおすすめです。続いて闇奥ですね。これ水闇のたこ焼きが役割です。スキルターン注意して水闇たこ焼きで OK で、ヨグのアシストと合わせても OK ですね。ハロウィンソニアとか、バーバラ&ジュニー、コナン、水着ソニア、闇ヘキサ、デスファリオンとかでも OK でございます。そして本体代用のための役割ですね。まずグレモリー、こちらスキブ4で無効貫通役割です。ビアードンとか、光ユリシャ、バレアストレア、ファデルとかでも OK ですね。そしてジークですね。ジークフリート、これはね、スキブ2個無効貫通、回復から水の変換なんですけど、これダンジョンキャラです。誰でも取れますので、まあ、取るのが一番楽かなと思います。ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録、通知オンよろしくお願いいたします。じゃあねー、バイバーイ。